はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンクエスト4実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、まずロザリーヒルのね情報収集をしまして、まあ塔のねあのロザリーに会ったりしたんですけれども、まあなんとかねあのデスピサロを倒してくださいみたいなねお願いをされまして、その後にですね、今までね、行ってきた場所で、回収してなかったね、宝箱とか、あとはね、小さなメダルとかを、まあ、回収して終了したという形なんですけれども、まあ、あれからと言いますかね、前回と比べてかなりね、レベルが上がってるんですけれど、ゴンとアリーナがレベル52、クリフトとマーニャがレベル51までね、上がってますね。まあ一応ね、レギュラーチームは、まあ、レベル50台までね、突入したんですけれども、こっちのね、2軍の方のメンバーは、まあ、ライアンがね、レベル44なんですけれども、まあ、若干ね、このミネアとかブライとかは、レベルが上がりづらいんですけれど、ミネアがレベル42ですね。まあ、ついでなんでね、ぜひ見てみましょうか。トルネコが、レベル46。素晴らしい。ブライは、ブライもレベル44ですね。結構おじいちゃん頑張ってますね。それで、今回ね、まず何をするのかというと、前回のね、ロザリヒルにいた、スライムからね、教えてもらった、オーケル墓にね、行ってみたいと思います。まあ、行ってみたいと思いますとか言ってるんですが、もうレベル上げでね、ずっとここにいましたからね。ここがね、オーケル墓ですね。で、いっぱいね、扉があるんですよね、ここは。これは、何なんでしょうかね。頑丈に守ってるっていうことなんでしょうか。寺のバットと浜場。確か第4章で、バルザックがね、出てきた時に、ハンマバーの色違いとか、確かね、言ったような気がするんですが、ここでね、ハンババがいっぱい出てくるんで、それでね、覚えてたわけですね。で、はぐれベタルね、出てきましたね。まあ、この時のためにね、いっぱい聖水を買ってあるんで、バッシャバッシャね、聖水で溶かしていきましょう。あ、逃げちゃうかな？一匹は攻撃したから、倒せるかな。まあ一応ねこのソフトは初期ロットなんでねこの技が使えるんですけれども、なんか後から出たバージョンではねなんか修正されちゃったらしいですね。おお、いっぱい出てる、嬉しいな。聖水が役に立ちますね。せめて2人ぐらいはね倒したいですね。いけるかな。お、とりあえずはぐれメタル C は倒せますね。お、逃げないですね、結構。聖水足りるかな。お、会心出ましたね。逃げるなよ。あー、逃げちゃいましたね。まあ、それでも2体ね、倒せたんで。うん。まあまあでしょう。で、またね、ゴンのレベルが上がっちゃいましたね。ゴンと、お、マーニャ。マーニャ姉さんも結構、伸び率が高いですね。で、まあ、ここのダンジョンはね、パデキアの種を取ってきた時みたいに、乗るとね、移動しちゃう床がいっぱいありますね。まあ、一応、ゴンとアリーナにね、聖水を、いっぱい持たせてありますので、まだまだね、はぐれメタルと戦いますね。ここまでは一方通行かな。で、この、動く床に乗ってる間もね、マーニャの MP がね、幸せの帽子のおかげで回復するんで、非常に楽ちんです。魔封じの杖。魔封じの杖は、何なんでしょうかね。あ、使っても意味がないですね。まあ、多分、
道具として使うとマホトーンかなんかだと思うんですが、あんまり使ったことはないですね。まあミネアかその辺に持たせてあげましょうかね。いっぱい出てきますね、はぐれメタル。嬉しいな。実況外でレベル上げをしないで済みますね。これで倒せるかな。ふう。美味しいな。お、アリーナもね、レベル上がっちゃいましたね。若干アリーナがね、ここに来て伸び悩んでるんですよね。で、どこに行けばいいんだ。ん、ドラゴニットがグループが分かれてますね。まあこれで倒せるかな。倒せないか。よし。ふう。すいません、ちょっとですね、今日風邪ひいてまして、若干喉の調子がね悪いんですが、お聞き苦しい点がありましたらお許しいただければと思います。こっちでよかったのかな。で、またはぐれメタルですね。まあ一応グループに固まってる方に聖水をぶん投げておけば問題ないでしょう。逃げるなよ。よし。いいですね、素晴らしい。こっちかな。お、結構はぐれメタル出ますね。なんか出ないときはね、全然出ないんですよね。ん？あ、魔封じの杖を勝手にアリーナが使っちゃったんですが、アリーナは攻撃してほしかったですね。やっぱり魔法トーンみたいですね。お、ベギラマ封じ込まれてますね。よし、もうあとはね、怖いものなしですね。ふう。お、また誰か上がりましたね。誰かってクリフトしかいないですね、もうね。クリフトも若干伸び悩んでますね。アリーナに魔封じの杖を持たせておくと、あんまりよろしくないのかな。一応マーニャに持たせておきましょうかね。持てるかな。持てますね。装備はできます。あ、攻撃力が相当下がっちゃいますね。ゴンの聖水があんまりなくなってきちゃいましたので、こんなことならもうちょいね買ってくればよかったですね。あんまり遭遇しないもんだと思ってね、ケチっちゃったんですけれども。で、ここでね、ここでね、だって、この上でね、回復ができるので、一応寄っていきましょうか。あんまり減ってないんですけどね。まあ、MP ぐらいは回復しておきましょうかね。お、会心。さらに聖水。いいですね。これが決まるとね、本当に楽ですね。まあ、こいつらはね、あんまり美味しくないので、特に言うこともないんですが。よし。まあ、それでもね、500ポイントぐらいね、経験値もらえますからね。ハンババ。ハンババはもう見飽きました。で、たまに宝箱とかも落とすんですけれど、なんか満月草とかね、あんまり使えないアイテムばっかりね、落としちゃうんですよね。あ、アリーナ空振っちゃう。大丈夫かな。こっから先は、実はあんまりよく覚えてないんですけれど、こっちかな？寺のバット。
ドラクエ4がね、発売されたのは確か1990年だと思うんですが、この頃の想像してたね、テラノサウルスと、まあ今のね、テラノサウルスは全然ね、形が違いますよね。階段がありますね。もうちょい、ちょっと探索しましょうか。またハンババですね。ハンババって何なんでしょうかね。いまだにわかんないんですが。こっちは何ですかと。ただの袋小路ですね。お、またはぐれメタル。やばい、聖水があと3つしかないな。全員に満タン持たせてきた方が良かったですね。お、これではぐれメタル C も倒しちゃいますね。もうギラとかね、メラとかはもう必要経費と割り切ってね、ガンガン倒せた方がね、こっちにとってメリットがありますからね。お、全員倒せるかな。よし、いいですね。そっか、実況開始してわずか11分ぐらいで全員レベルが1つ上がっちゃいましたね。またハンババですかい。もうハンババは本当に見飽きました。あとは変化の杖をね、回収したいんですけれど、これはどっちに行けばいいんだ。まあ、とりあえずゴンはハンババを倒してもらいましょうか。あ、と思ったらベギラゴン一発。ここはん？何にもないですね。このトリオもね、さっき倒したばっかりなんですけどね。敵の種類はあんまり多くはないのかな、ここは。うわまたハンババ3体ですね。よし、こっちで、お、左かな。左に行ってどうなんだろう。はぐれメタル、聖水があと2つしかないですね。やはり全員に持たせてくるべきでしたね、聖水を。で、ドラゴラムもね、一発っていうかね、1ターンで攻撃してくれるんですけれども、はぐれメタルにはね、1ポイントしかダメージを与えられないので、若干使い勝手が悪いような感じがしますね。ドラクエ3は確かドラゴラムを唱えて、まあ、それでターンを消費して、で次のターンでね、はぐれメタル系の、はぐれメタル系というかね、メタル系の敵も確か50いくつとかね、ダメージを与えられるんですけれども、まあ一応いったんですかね、やっぱりね。お、ゴンかな。あ、アリーナですね。ちょっと体力の伸びがやっぱり低いですね。これはこれはどっちだ。こっちで合ってたのかな。ドラゴニット、ドラゴニットの高熱のガスがね、本当に痛いんですよね。これは、あ、ここにね、変化の杖ですね。やりました。じゃあ変化の杖ね、使いましょうか。ん？これは誰だ？この人は魔法使いなのかな？あんまり見たことないですね。うまっ
馬で行きましょうか。で、ここの上にあるあの暗闇みたいなところに行くと、旅の扉がね、あるんですけれども。ここですね。で、ここに入ると、さっきね、魔封じの杖を取ったところの右側に出るのかな。まあ、あんまりね、意味がないので、まあ、今回はね、入らないで、そのまま帰りましょう。ここが、出入り口ですね。ブラッドソード。まあ、倒しちゃいましょうか。あ、そっか、もうあんまり聖水もないから、歩いて帰る必要はないですね。まあ、リレミトでね、出ちゃってもいいんですけれど。またゴーンのレベルが上がってしまいました。あ、聖水あと一つですね。聖水があと一つしかないので、はぐれメタルが一匹だけ出てくれれば嬉しいんですが、そんなに都合よくはいかないですね。もうないですもんね。まあ、馬のままね、出てきちゃいましたが。これでじゃあ、帰りましょう。じゃあ、ルーラでエンドールに帰って、まあ、今回でちょっと短いんですが、ここでね、ちょっと終了したいと思います。まあ、一応ね、宿屋に泊まって、あ、お金がね、今、5000ゴールドぐらいしかないんですが、ネネさんのところにね、26万ぐらいね、預けてありますね。あ、そうだ。このエンドールの、この城下町のね、下の方、まあ、ここですね。ここに前回かな？前回、前々回ぐらいね、素晴らしい防具を売ってるね、防具屋さんがあるんですが、そこのね、宝箱を回収してなかったので、取ってきましょうか。場所は、この階段の上ですね。ここに、扉があるので、開けましょう。で、どんどんね、上に登っていく感じで、あ、ここにおじいちゃんいますね。邪悪な気配が空を覆い始めている。地獄の帝王がいよいよ復活しそうじゃ。なるほど。地獄の帝王。いつ聞いても笑っちゃうんですけどね。で、ここから飛び降りるとちょうどね、このお店の屋上に出るという感じですね。中に入ってきちゃ困るな。そこから飛び降りて出て行ってくれ。すいません。突然びっくりしますよね。で、ここのね、宝箱も回収しましょう。お、モロバの剣。モロバの剣は、まあ、名前からしてね、まあ、危険な香りがするので、使いはしませんが。あ、力の種。力の種は、まあ、後でね、考えましょうか。じゃあ、飛び降りて脱出しましょう。まあ、これで、まあ、とりあえずね、今回はちょっと短いんですが、終了したいと思います。じゃあ、教会に行って終了しましょう。ということでね、今回この辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。